50から100、あのモニタリングで書かれてみよう。50から100の間の心拍数的には正常、心拍数的にはね、的には正常だよって。だから、ね、50以下だったらブラディカルディアって言います。簡単、静脈ってこと。あ、これあれが間違えてる、スペルが間違ってるようにも見えるね。50以下が静脈だよっていう。で、100以下以上が頻脈だよっていう、タキカルディアって言うんですよってこと。ただそれだけで、いい。静脈からいくよ。脈が30ぐらいだったとしよう。高度の静脈です。脈30だともうペースメーカーがいるような静脈だ。臨床的にペースメーカー入れるような静脈っていうのはやっぱり分かっておかなきゃいけないんだけど、ペースメーカーを入れないような静脈だったらそんなに急がなくても後から循環器の医者呼べばいいから、とりあえず、まあまあ、なんていうのかな、そう、様子観察でもいいんだけど、脈が30ぐらいってのは結構ペースメーカーが入れるようなやつだから、ちょっとほっとくとまずい可能性があるわけ。だ、そしたらさ、脈が30ぐらいの時ってどんな不整脈があるんかっていうと、完全の防湿ブロックか動不全症候群のどっちか、山を張っていいよ。はい、いやこれ例外はあるんだけど、完全防湿ブロックで脈が50ぐらいのって例外があるのだけど、脈が50ぐらいの完全防湿ブロックだったら、人によっては急性心筋梗塞の防湿ブロックとかじゃなければ様子見ても大丈夫な場合が多いです。だって脈50あるから。簡単に言うと同じ完全防湿ブロックでも、ね、だけど何が言いたいかというと、脈が30ぐらいだったら完全防湿ブロックか動不全症候群の可能性があるよってこと。よい、はい、よし。で、いくよ。今度脈が速いやついくよ。脈が速くて150ぐらい、脈が150ぐらいのやつはもうほとんど PSVT だから、 PSVT でよし、よい、はい、で、脈が300ぐらいになると心室頻拍か心室細動みたいな VTVF になるけど、これってね、心電図上そんなに難しくない。で、実際に VTVF の人って患者さんが結構急変するから、何かがおかしいとか言うから、 VTVF っていうのは分かりやすいよね、比較的。比較的これもう国家試験に出てくるようなやつだから。だから脈が思いっきり速いやつはもう VTVF ですよ、ワイド QRS でね。と、で、それ以外はナロー QRS 多機っていうんだけど、だいたい100から150ぐらいのものっていうのはほとんど PSVT。 じゃあそれ以外って何かっていうと、 AT って書いてるのは心房頻拍、それから AFL って書いてるのは心房粗動で、 AFib って書いてあるのは心房細動、そんな感じ。 OK、で、50から100の間で脈がずれるのって頻度からいくと PAC っていうのは心房性気外収縮で、 PVC っていうのは心室性気外収縮、大体 ね。で、これで ほぼいけるから、これで、はい、よい。さあ、じゃあ実際に今度は脈が不正なやつあるんだよね。不正なやつここにあるよね。不正のやつから PVC だけ抜き取ってもらっていい？本当に俺も斬新だと思うよ。だって何にも教えないで、 PVC も教えないで PVC 持ってこいって言ってんだからね。普通わかんないよな。いや、俺もそう思うよ。本当斬新だと思う。そしたらみんな好きなように自分の紙でメモして。じゃあね、画面に出すから心電図。じゃあ PVC どれ？PVC、 そうだ、これだね、この形が違うやつ、これが PVC だよって。で、気外収縮ね、もう2つしかないんです、気外収縮っていうのは。あーね、これ次のやつ、これ PVC どれっていうふうに言いたいけど、これちょっとたまたま間違ってたから、これ心房細動ね、はい、心房細動っていうのはこれ受脚ブロックっていうパターンね。これだいたいさ、これ一緒じゃない、はい、気外収縮っていうのは普段の形となんか全然違うやつ、はい、ね、こっちは心房細動だよって。これちなみに右脚ブロックだよってね、右脚ブロックの心房細動ですよっていうね。これはどう、もしもし、はい、うん、うん、うん、ああ、そういうわけではない。フィルター入ってても飛ばないってわけじゃないよ、肺塞栓、うんうんうん、イコールではないよ。これはペースメーカー調律ね。うん。そうだね。うん。はい。うん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 。取った方がいいかも。足と含めて、P
PE スタディってやつやると肺動脈と下肢の静脈血栓まで全部見てくれるから、そうそう、腎機能障害がなければ PE スタディがいいと思う。頑張って。はい、じゃね。はい、そうそう、 PVC ってこういうようなやつね、こういうようなやつ。これちょっとなかなか難しいんだけどね。これ普段のペーシング入ってるわけ。これ2つ入って、 A ペーシング、 V ペーシング、 A ペーシング、心房ペーシングと心室ペーシングが入ってて、これがこの人普段の形かも。なぜかというとこれペーシング入ってないから、でも気外収縮かもみたいな。これ僕たちにも分かんないけど、でもそんな感じ。 PVC ね、そんな感じ。おお、これ、え、おお、おお、これも何、ん、これかな、きっとね、これ PVC かなっていう。これちょっと、これを普段の脈とするとね、はい、普段の脈とするとこれが PVC っぽいなみたいな、形が全然違うやつね。ね、これだね。いいじゃない。PVC ですよ。心室性気外収縮ですよっていう、簡単やね。ね、これもここだね、はい。これとこれが気外収縮っぽいよっていう。これもそうだね。いいじゃない、よくできてる。これね、これが気外収縮です、 PVC ですよっていう、簡単簡単。これもそうだね。例えばこの PVC、 PVC、 PVC だけど、普通の脈と PVC がなんていうの、こうセットになってるようなやつあるじゃない。こういうの二段脈って言います。 PVC の二段脈ね、簡単やな。ただそれだけ。これも普通にトントントンって打って、ここにポチンと入った ね。で、 PVC の定義があります。PVC は予定されるよりも早いもの、それだけ。予定されるものより早いもの、プリメイチャーって言うんだけど、例えば予定されるよりも早いものって、例えば早期産とかってさ、妊娠して早く子供が生まれちゃうなんてプリメイチャーって言うんだよね。その P ね、だから予想されるよりも心拍で早いものだったとしたら、もう2つしかないです。心房性気外収縮か心室性気外収縮か、で PAC か PVC だよということです。良いですか。だから予想されるより早いっていうのが大事なんだよっていうこと。そしてで、これだったらこれね、 PVC がこれ面白いの持ってきたね。これが2連ちゃんになっちゃうんだね。2連、これが2連、しかもこれ PVC の形が違うんだね。違うとこから出てるよっていうこと。これね、すごいね。 PVC 同士のセットだと2段脈とは言わないんです。そう、2連発だね。2連発、2連、うん、2連っていう風に言います。これね、すごいね、これいいのが出てきたね。あ、これもそう、何、あ、これは二段脈っぽいね、はい、これね、これなんかセットになってるやつ、ね、で予想、これが普通の心拍だとしたら、普通はこの辺に入ってきそうじゃない。でもここに PVC が入ってるわけで、 PVC っていうのは予想されるよりも早いよってことで、 PVC がポンとあった後にちょっと開くから良い。でこれね、PVC を読むときとかに、なんていうのかな、たまにね、こういうことがあるんですよ。いや、ここが徐脈だから、伸びてるから、だからこの人、徐脈かもって思う人がいるんですよ。いや、僕も迷ってたとき、そう。で、なんか、あれって思ったときには、心拍ってこっちからこういうふうにいくわけ。だからそうするに、ここで、これが PQRST なんだけど、予想されるよりも早かったら気外収縮。簡単に言うと。ね、ただそれだけ。気外収縮だとちょっと伸びるから良い、ただそれだけ。でも PVC って簡単だよね。これもそうだよね、簡単っちゃ簡単だよ。もうここに PVC がいるもんね。ここにこれこれこれね、簡単簡単。これもこの明らかにこのなんていうかな、 QRS の形が全然違うやつ ね。それを PVC っていうよっていうね。でこの心電図見たときに、こう縦にこう入ってるやつあるじゃない、この線。これ多分ね、ペースメーカーね。ペースメーカーが入ってると、こういうふうにペーシングの波形がこういうやつが出てくるよと。これなんでこんなところに乗っかってるのかちょっと分かんないけど、これちょっとやばくね、これ。QRS のとこ、なんかとんでもないところに乗っかっちゃってるけどね。ね。これもペースメーカー。ちょっとペースメーカーのところいいや。これもペースメーカー。ペースメーカーね、こうやって印がポチンと入って、QRS が出るやつがペースメーカー。ペースメーカーって分かんないよね。わかんないよね。ペースメーカーどういうのがダメかっていうと、ちょっとボールペン貸します、ね。ありがとうね。ペースメーカーってさ、まあ、なんかの理由があって、例えば心電図が全然脈が出ないということだとしよう。で、ペーシングしたら心筋が反応するわけ。
ペーシングして P 波が出たとしよう、例えば出たとしよう、それでペーシングして QRS が出たとしよう、これがいいよってこと。ここにペーシングして波形が出る、ペーシングして波形が出るっていうのが通常だよっていうこと。だ例えばここで言ったら この心電図はね P 波のところに波形がないと思う、きっと。だからこの人 P 波出るんだよ、 P 波これ自分の P 波が出るわけで、自分の P 波をペースメーカーが認識して QRS を打ってるよってこと。だからこの患者さんは P 波が出るの自分で、でも多分完全ボイスブロックだともう多分伝わらないんだよきっと。だから P 波をペースメーカーが認識して QRS をここでポンと打ってくれるわけ、刺激入れるわけ。そうしたら、あ、刺激が入ったって言ってっていうのがこれね。だからまあすごい簡単に言うと QRS とかの前にパチンって入ってればいいよって。ほとんど入ってるから、必ずほぼ必ず入ってるから。だから心電図ってなんていうかな、ペースメーカーの心電図ってなんかだから何みたいななんか何とも言えないふわっとした感じになるけど ね。でこれ PVC ね、これ PVC2 連いいじゃないことね、そんな感じ。よし、じゃあ次は今 PVC 外したよね、 PAC 見てみよう。あ、ごめん、心房細動にしよう、心房細動、はい、心房細動